和風、和風なんですね。もうなんか切ったら何か出てくんだなと。ご飯で絵を描いてる、まあデザインしてるんですけど、同じハートのテーマでもいろんなデザインができますよね。で、まあこういうスワンだったりとか、手の中にハートがあったりとか、まあ、こういう感じでね、もう作ってるんです。で、なんかこう、あ、これ間違ってる、あ、間違ってないんだ。このこんなようなあの色、このお姫様のお人形をちょっとこう細工がしちゃって、こう一瞬で生地に変わるっていうのがあるんです。で、お姫様の顔をいろんなこのそのまんま、そのまんまっていうのはこれで、いろんな具材で、まあ、性別も超えるっていう感じになるっていうね。あとみんなに名前をつけたりとか、ストーリーをつけるとまた広がるかなっていうところですね。